佐藤康雄は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。医師佐藤慶治の息子として東京で生まれる。静岡中学校を経て1916年11月海軍兵学校を卒業し11月22日府で海軍小移行補正。総合巡洋艦、常番乗組。兵学校同期には西田正夫。 黒島亀と柳本隆作、早川美紀を、松田千明、朝倉豊治、篠中月与等がいる。若い頃から愛縁家、主語で知られていた。1917年8月17日、佐藤や小西金目将尉候補生は、不走型戦艦不走への乗り組みを命じられる。12月1日府で海軍将尉に任艦。防護巡洋艦、平戸乗り組その後、 海軍法術学校普通科、海軍水雷学校普通科を卒業する。1919年12月1日府で、海軍中尉任官。小型艦の乗組を経て、1922年12月1日府で、海軍大尉任官。12月20日府で、運送艦の塗料の分隊長に捕食される。1924年4月25日府で、 のとりょ分隊長から陳海防備隊分隊長へ転勤した。10月25日府で横須賀鎮守府婦となる。海軍水雷学校高等化に進み、本格的に水雷の道を歩み始める。以後、駆逐艦、欅ヤキのりくを経て、1925年12月1日府で防護巡洋艦、矢作水雷長に捕食。1927年12月1日、 潜水母艦、唐崎水来町。1928年12月10日府で、塩型総海艇の第11号総海艇艇長に任命される。1929年5月10日、佐藤は川形駆逐艦風の駆逐艦長に捕食された。楓以降、佐藤は9年間にわたり、各艦の駆逐艦長を歴任する。同年11月30日府で、 海軍少佐任官1930年12月1日、桃型駆逐艦桃の駆逐艦長に捕食される。1932年11月15日、上風型駆逐艦春風の駆逐艦長に任命される。1934年11月15日、佐藤は吹雪型駆逐艦式四季並みの駆逐艦長となる。 四季並駆逐艦長として活動中の1935年11月15日府で海軍中佐人艦。1936年12月1日府で、吹雪型駆逐艦暁の駆逐艦長に捕食される。1937年7月6日府で、佐藤は建造中の浅潮型駆逐艦三番艦、満潮偽装院員長に捕食。10月31日、 巡洋艦2隻、浅潮型駆逐艦2隻は同時に竣工。佐藤は満潮駆逐艦長となる。12月1日、佐藤は魔孔防備隊副長へ転任した。1938年8月1日、佐藤中佐は第一防備隊司令へ転任。約1年間の陸上勤務を経て、1939年11月15日筆。 佐藤は、病高型重巡洋艦ナチ副長に捕食される。同日府で、八代雄吉大佐もチ艦長に任命された。1940年7月20日府で、チ副長の任を解かれ、クレチンジュ夫婦。8月15日、佐藤中佐は、杉浦義美重中佐の後任として、第五駆逐隊司令に捕食された。同年11月15日、 第5駆逐隊司令在職中に海軍大佐へ進級。同日府で日本海軍は第5水雷戦隊を編成した。第5駆逐隊は第5水雷戦隊所属となり、佐藤大佐は引き続き上風型駆逐艦4隻の第5駆逐隊を指揮して品事変の最前線で活動する。1941年4月10日。 佐藤大佐は朝潮型駆逐艦4隻で編成された第9駆逐隊の駆逐隊司令に任命される。当時の第9駆逐隊は第4水雷戦隊に所属していた。佐藤は太平洋戦争海戦を第9駆逐隊司令として迎え、数々の海戦や作戦に参加した。第8駆逐隊司令へ転任直後の1943年3月3日。 ビスマルク海海戦に参加、ダンピール海峡において、司令駆逐艦の浅潮を沈没時に戦死した。佐藤の太平洋戦争における経歴は、以下の通りである。佐藤康夫は、1942年2月27日から3月1日に、起きたスラバヤ沖海戦で名を馳せた。2月27日昼戦において、第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊は、 酸素魚雷の長射程を頼りに1万メートル以上で魚雷を発射した。高木少将からの全軍突撃命令が下された後の第四水雷戦隊主体の第二駆逐隊による雷撃も距離8000メートルほどだった。ところが第四水雷戦隊第九駆逐隊は指揮下の駆逐艦2隻を率いてさらに敵艦隊に接近した。日本艦隊の多隊が次々に魚雷を発射し、 反転していくのを見て、浅雲水雷町が、司令、もう撃ちましょうと何度も催促するのを、もうちっと、もうちっとと発射の号令を下さなかった。狩谷佐田隊員によれば、岩橋徹中佐が、第二駆逐隊と同じく距離8000メートルでの発射と対比を進言したのに対して、佐藤司令は、艦長、後ろを見るなと一言し、肉迫攻撃を続けた。 5000メートルまで接近したところで魚雷を発射。しかしなおも反転せずにそのまま直進を続け、敵艦隊に肉薄し続けた。これに対して連合軍艦隊からイギリスの駆逐艦エンカウンターとエレクトラの活躍を見ていた村雨水雷長は佐藤司令の一瞬の決心と実行力に感嘆している。2月27日昼戦の日本側指揮官であった大、 ゴース戦隊司令官、高木武雄少将も、この第9駆逐隊と佐藤大佐の奮闘ぶりを特筆し、称賛している。もっとも、第9駆逐隊は、エレクトラ撃沈、エンカウンター撃退の戦火に対し、軽準1隻、駆逐艦2隻の撃沈を報告しており、戦火検討の席上で異論に対し、佐藤が遠くへ逃げてばかりいた奴に、何がわかるか。 と怒鳴りつけた一幕もあった。佐藤を非常に褒めていたのが橋本慎太郎少将である。制空権、制海権のない海域における駆逐艦による輸送作戦によって損傷艦が続出し、自分から輸送作戦参加を申し出る駆逐隊司令はいなかった。橋本司令官が迷っていると、佐藤は私の隊にやらせてくださいと申し出たという。また他の艦は、 積み荷が多いのを嫌がるのに対し、佐藤司令は、もっと積むものはないかと、積極的であった。橋本少将は佐藤について、淡々として、しかも謙虚、誠に、頭が下がる思いであったと、水雷学校で語ったという。佐藤は引き続き朝雲を、司令駆逐艦として戦場に臨んだが、10月2日に、姉妹艦峰雲が被弾して内地へ開港された。 10月11日から12日の佐藤島沖海戦における佐藤は野戦で沈没した十巡洋艦古高と駆逐艦吹雪救援のため駆逐艦4隻を引いて戦場に戻った。だが空襲により指揮下の駆逐艦夏雲と村雲が沈没したため朝雲と白雪をして乗組員を救助した。現在の第9駆逐隊は朝雲1隻となり、 第3次ソロモン改正や家合作戦に参加した。1943年2月15日、佐藤は朝潮型区間艦4隻で編成された第8区畜隊司令に任命された。前任の第8区畜隊司令山城勝森大佐は、第3次ソロモン改正や家合作戦を終えた後、病気療養のため内地に戻ることになっていた。佐藤も内地で、 休養配置に就く立場であったが、あえて最前線の職務を引き受けたという。なお、佐藤の公認の第9駆逐隊司令には、小西要大佐が任命されている。小西と佐藤とは、海軍兵学校同期であった。当時、佐藤が初代駆逐艦長を務めた浅潮型駆逐艦3番艦、満潮は、11月13日の第三次ソロモン海戦で大破。 戦闘不能状態だった。二月二十日、佐藤が上官する朝潮クチク艦大潮が、アメリカの潜水艦アルバコアの魚雷攻撃で撃沈され、佐藤は司令駆逐艦を臨時に荒潮に変更した。第8駆逐艦隊の実動戦力は二隻のみとなる。同月末、第8駆逐隊は、東部ニューギニアの洋商来に対する増援作戦、八十一号作戦、に。 護衛部隊として参加した。日本海軍と日本陸軍の妥協の産物である本作戦は、作戦を立案した海軍側でも生産の見込みがほとんどなく、作戦を直接担当する第8艦隊も有料していた。ラバウル出撃の前腕、佐藤は海兵の一機下で同じ分隊であった特務艦の島艦長、松本亀太郎大佐と酒を組み交わした際に、 今度の作戦は危ないかもしれん。貴様の艦がやられた時にはすぐに飛んで行って救助して、やるから安心しろと約束していた。本作戦には、かつて佐藤が司令駆逐艦としていた朝雲と、佐藤が駆逐艦長を務めた式並みも加わっていた。3月2日、空襲により輸送船朝日森丸が沈没し、生存者と陸兵を、 駆逐艦2隻が救助して、大英送り届け、再び船団護衛に戻った。3月3日、アメリカ軍機の空襲により、輸送船団は大損害を受け、護衛部隊からは駆逐艦3隻が沈没もしくは、航行不能となった。第三水雷戦隊司令官、木村正富少将は沈没する白雪から、現在の駆逐艦式のみへ移動して、救助作業を指揮していたが、 連合軍機発信の報告を受けて、残存関係に救助作業中止と一時退避命令を下した。佐藤は無傷であった第8駆逐隊、司令駆逐艦朝潮に座城していたが、作戦前に松本大佐と交わしていた約束を守り、我の島艦長との約束あり、野島救援、野の地被退室との信号を発した。木村司令官が佐藤の要請を承認したため、浅潮は、 単艦で、野島の救助に向かった。野島に近づいたところ近くに航行不能となった、荒潮が漂流しており、浅潮は、松本大佐を含め領艦の生存者を救出後、ラバウルに向け被体に移った。しかし直後に連合軍機多数が戦団を攻撃、残存艦は相次いで、被弾沈没した。被弾し、航行不能となっていた、大井川丸特逐艦二隻二隻も、 同日から翌3月4日にかけて撃沈された。浅潮は付近を行動していた日本軍艦船の中で唯一行動可能だったため、敵機の集中攻撃により、航行不能となる。浅潮艦長、吉井五郎中佐、嵐尾艦長、久保木秀夫中裁以多数の将兵が、この戦闘で戦死した。佐藤の命令により総員退官命令が下され、 朝潮環境にいた松本大佐が佐藤にも脱出を進言したところ拒否される。いや、俺はもう疲れたよ。この辺でゆっくり休ませてもらうよ。さあ、貴様は早く退官したまえ。と発言したとも言う。松本は佐藤と握手を交わして朝潮を離れた。しばらく泳いでから朝潮を振り返ってみると沈みつつある朝潮前甲板の構造物に腰をかけ、 環境を見上げる佐藤大佐の姿があったという。駆逐隊指令として、太平洋での海戦参加回数27回、ガダルカナルトへの輸送参加12回、上げた部君は数知れず、その低心精神と、その適切な状況判断能力で知られた歴戦の水雷屋であった佐藤もこうして戦死した。満潮一隻だけとなった第八駆逐隊は四月一日府で解体。 佐藤は横須賀鎮守夫婦という扱いになる。生還した松本大佐も4月20日付で横須賀鎮守夫婦となった。木村正富少将は佐藤司令の最後を小上根一大将に報告。生前の軍港に報いる形で佐藤は戦死後に階級特進、海軍中将に任ぜられている。ありがとうございます。